とりあえずももちに薬をあげようか。今日全開してくれないとちょっともうタイミング的に厳しいな。でも震えてる。どうかな。5本。寒いな。おいら病気なのか。お薬持ってきたよ。お薬だ、サンキュー稲ババ。じゃあ毎日あげてはいるんですけどね。これでどうかな。うわー、これを飲むのか。そんじゃ行くぞ。明らかにもうそんじゃ行くぞのタイミングで飲んでたよね。に、にがー。ふぅ、ボディに来たぜ。こいつは効きそうだ、稲ババ。震え止まった？あ、震え止まったね。どうだい？ヘクシュン。おお、ぶるっちゃうぜ。稲ババに薬をもらったとえ、まだ感知してないようだぜ。まあまあ元気になったっぽいけどね。感知はしないか。ダメだね。もう明日には引っ越しの儀をしないといけないんでね。ちょっとあれだよな、なんか。良くない兆候というか。パート79の手前並みにフラグが乱立している気がするんだよ、今回。絶対にミスらないようにしないとな。もし。もうずっと一緒だからね。絶対に家の位置を変えさせないからね、もう。前回、7人の子にね、服を送っているんですけど、ブーケでしょ？ベグスさんでしょ？で、XL と、この3人はね、着替えたところも見れたんで、あと、ブンちゃん、サラちゃん、ムー、ジェーンさんと、4人ね、ここに都合よくバーっと並んでくれているんで、北からちょっと見ていってみようか。いる？あ、いない？いないですか。10時台だったらもう俺系も起きてるはずなんだけどな。散歩か？入れるな。入れるってことは？あ、いる。あー、着替えてますね。いいんじゃないの？すごい似合う感じする。奥に行くとあれだな。見づらいな。ちょっと、出てきて。前の方で話そうよ。あー、いいね、いいね。ストーブとアロハの浮きっぷりが半端ないっすけどね。お、稲葉か。おめえが送ってくれた服、早速着てみたぜ。ああ、すごい似合うね。おめえ見かけによらずいいセンスしてるじゃないか。合致しましたか。忍者のセンスと。その、花なのかな？なんか、幾何学的な模様が気に入ったんですかね。えらく気に入っちまったぜ。ありがとうよ。ああ、よかったよかった。青系統はやっぱ普通に似合いますよね、文ちゃんね。詳しいことはよく知らねえんだけどよ。黄色っぽい家具を部屋の西側に置くと金運がアップする。はいはいはい。風水ね。これ前なんか置いたよね。マリオの像だっけ？アップしてんのかな？本気で風水組み立てに行ってみる。次は。どれぐらい効果あるのか見たいよね。そのためには一回ちゃんと風水を勉強する必要がありますよね。なあなあ、稲葉ば。俺な、おめえがすげえ気に入りそうな家具を手に入れたんだよ。マジで。危険なドラム缶。いやー、それはちょっと思い出が思い出深い家具ではあるけども、どうだ、欲しいだろう。だけどただじゃダメ。パイナップルのベッドと、まあいいけどね、別に発注すればまた買える家具ではあるもんね。じゃあ危険なドラム缶もらいますかね。扱いに困るんだけどな、もらってもな。また交換しようぜ。ちなみに本物っていうか以前もマールからもらった例のやつは今モラババさん家に安置してありますけどね、生遺物として。あ、ちなみにね、おそらく皆さんも薄々気づいてはいたかと思うんですけど、前文ちゃんの似顔絵描いたんだけど、あれね、ちょっと消えちゃって消えちゃってっていうか、ミスって消しちゃったんだけど、なので今このロマンティックなやつでね、お茶を濁してるんですけどね。まあ自分のね、動画を見ながらもう一回ドットを打っていけばいいんですけどね。まだちょっとやれてなくて。あ、喋ってる喋ってる。おお、着替えてる。かわいい、かわいいよ。やっぱ秋色講師のサラちゃんはすげえ似合うね。ごめん、ちょっと桜島の挨拶無視しちゃった。めっちゃ見てるわ。あ、稲葉ちゃん、どう、これ似合ってるでしょ。
やね、これオタクが送ってくれた服よ。似合うね。夢中いね。私に着こなせない服なんてあるわけないんだけどさ。ほほほほすいません。ちょっと待って、アングルが悪いな。あ桜島が帰っちゃった。ごめん桜島。あら今はちゃん張り切ってるわね。いやー、やっぱ秋色講師のサラちゃんは最高だね。すげえ似合いますだよ。誰からもらったのかもわからないんだけど、古いお手紙見たくないかしら。なんかみんなこれやってくんね今日。サラちゃん宛ての手紙ですか。私が物心ついた時にはもう持ってたんだけど。見せていただけますか。あら、どんなことにも興味があるのね。でもそんなに期待するほどのものじゃないと思うわよ。はいどうぞなんてね、言っとくけどこれ俺じゃないからね。任天堂さんだからね多分。うわー、なんか暗いな。胃の中のサラって何。胃の中の蛙的な。冒険する気持ちは忘れないことです。世界は限りなく広がる海のようなもの。井戸の外にも目を向けてごらんなさい。きっと新しい出会いが待ってるはずです。さすらいのカエル。これケロミちゃんかな。ケロミちゃんなんか暗躍してる感じすんね。ニコ版もね、いつの間にかカエルティーに着替えてたもんな。忍び寄ってきてる感じすごいするな。どってことないでしょ。他にもなんつうかあるんだ。そのうち気が向いたら見せてあげてもいいわ。それじゃあまたね。なんか任天堂が書いた手紙も割とパターン豊富よね。さてムーはどうでしょうかね。あ、なんでだよ。みんな入ってくな俺系が。俺は、ああ部屋の中に誘い込もうということか。着替えてたよなさっきな。あームーの部屋いいよね。なんかね、同じケケアフロがかかってる部屋でも。ブンちゃんの部屋割とごちゃついてるからな。謎だからなあの部屋。ムーはなんかクマであることを大切にしてる感じすごいする。服ね、気使わせちまって悪かったな。うん似合うよね。耳の色がね青だからねムーはね。そこと対応してる感じがあっていいんじゃない。ここで会話するのは熱そうなんだが。この前ハッケミーと話してたらよ。ああハッケミー来る予定あるんだもんね。俺にも占いぐらいできそうな気がして。ああマジか。どうでおめえやってみる。俺は遊びでやってるからお金はいらねえよ。じゃあお願いするか。何を占ってくれるんだっけ。前世を占ってくれるんだっけ。それはまた別か。おめえは確か7月12日生まれだったよな。そうです。っていうことはカニ座だな。ふむふむ、うん、カニ座のおめえの本日の運勢は。ああありがとう。大吉。よかったな犬ババア。え、これだけだぜ。じゃあまたな。うん。いやでもなんか嬉しいよ。ありがとな。うん。じゃあ次ジェーンさんか。ジェーンさんに何送ったんだっけ。あの派手なアロハの服か。黄色いやつですよね。ああー着替えてない。なんということだ。ジェーンさんはダメやか。ブーケは着替えてくれたんだけどね。ほぼ同じタイミングで生まれ変わってるはずなんですけど。そうか、好感度が足りない。ちょっと会話しとくか。今日はねバンタムともいっぱい話しないといけないからね。ね、毎日晩ご飯に何を食べようか悩まない。そうね、むっちゃ悩む。全然これ初めてな気がすんな。まあ正直うちは奥さんにお任せなので全然かな。あらそうなの。っていうかオタク、お料理できるの。選択肢が少なすぎて悩みようがないってことね。そうね、学生時代は自炊してましたけど週3で豆腐ハンバーグ食ってた。あーマールとジェーンさんの会話とか見てみる。だいぶ白パンが増えてきたねここもね。あーどこかに旅行したいわ。ジェーンさんっぽいな。俺も前あったっけね。たまには息抜きも必要ですよね。そういえば稲葉ちゃんは旅行とか好きなの。これは正直に特に好きじゃないって言った記憶があるな。
なんか旅行はそんなにって言いづらい空気あるよね、大人になるとね。長期休暇取ると必ず旅行に行くもんって思ってる節があるもんな、みんなな。まあそれなりにですかね、僕は。稲葉さんはアクティブですから。理解度が高いところをアピールしてくるね。私なんて旅行パンフレットを見てため息ついておしまいってことばかりです。そうなん？マールと一緒に旅行とか行きたいね。そういうイベントがあればいいのにな。お金もかかるしね。しょうがないわよ、うふん。うん。俺のプライベートアイランドにみんなで遊びに行くとかね。できればいいんですけどね。まあ、こんなもんかの。じゃあ、あれかな。落ち着いた名画とあとピラルクを寄贈する。おいっすー。ここ。起きなさい。持ってきてよ、また。まずは、ピラルクですね。でかいな。ほほー、ピラルクですか。しかし、すごい大きさですね。こんなのめったに手に入らないですよ。ほんと、偶然釣れたんだよな。レア中のレア、すごすぎます。ほほー。褒めてくれてはいるんだろうけど、なんか、汎用性が透けて見えて。コメントに。心の底からは喜べんな。落ち着いた名画も行きますか。フェルメールでしたね。フェルメールの牛乳を継ぐ女でした。全くもってバルビゾン派ではなかったね。どのあたりが落ち着いた名画なのかよくわかりませんが。コメントが素人すぎんか、フータ。いいのか。フータはね、恐竜が好きだから博物館のね、学芸員やってるだけで、他のものには特に興味がないからな。ちょっとあんま態度にね、出してほしくないですけどね。名画系ってどんぐらい寄贈できてんだっけ？大してできてないよね。ああ、はいはいはい。落ち着いた名画、稲葉場さん寄贈。1、2、3、4、5、6。いやー、だいぶ空いてんね。半分もいってないよね。なるほどなー。ここ埋められるかなー。ここが一番難しいかもしんないね。俺の進め方だとね。常吉とかなんだろうなー、やっぱ。あと今日マストなミッションとしては、バンタムととにかく話しまくって、ライブ版をもらうと。あと他のね、ことの会話とかもいっぱい見たいですけどね。よ、稲葉ばあ、おめえ何か面白いもの持ってねえか。どれどれ。ほほう。そこに行く。その危険なドラム缶な、おめえにそんなもん必要ねえだろう。まあいいか。せっかく文ちゃんからもらったやつですが、まあこれでね、バンタムのね、好感度も上がりますもんね。ウィンウィンですよね。ちょっと取り扱いが難しいタイプの家具でもあるし、引き取ってもらえてよかったかもしれないね。うん、喜んでいる。取り扱いには気をつけてね。そろそろ引くか。一回引き時だな。いつかおめえと本気で鬼ごっこしてみてえもんだな。これあれか、アドバンスのやつか。逃げても逃げてもおめえは追いかけてくる。俺が追う側なんだ。最後にはやっぱり捕まっちまうんだろうな。しかも井戸のそばで。まるで映画みたいだな。何それ、タイトルは。逮捕、井戸は見ていた。ってとこかな。なんだそれ。刑事物なんすかね、ホラーじゃなくて。まあとりあえずちょっと機嫌が悪くなってしまったので、また15分ぐらい開けて、でもう一回話しかけると、これを何度も繰り返す。逃げても逃げても追いますよ。しかし毎朝早起きしてラジオ体操ってのもいい加減疲れるよな。言うほど出てないでしょ。一回しか見たことないと思うんだけど。俺夜型だから体が持たねえぜ。あー眠。確かに俺系はね、普通は寝てる時間帯ですもんね。俺系以外もね、ほとんどの子は寝てるとは思うんですけど。寝ちゃったな。まあ起こすけどね。ライブ版もらわないといけないからな。頬を叩いて会話を続行しますけどね。
崖からボールを蹴り落とすと気持ちいいんだよな、そんなことしてんの。あ、そういえばブーケにボール届けるみたいな話がすげえ前にあった気がする。さすがにもう忘れちゃってるかな、ブーケが。ボールを見かけたら俺いつもそうしてるんだぜ。おめえ怒ってんのか。怒ってはいないけどね。あれ、 XL が来た。XL 来たね。ああ、ちょうどいいから、じゃあ会話してもらおうか。 20L の話か、借りてないよ。 XL バンタム割と見てるんだけどね。また物で例えてるよ。刺し詰めエビフライだよな。なんだそれ、意味わかんねえよ。じゃあ稲葉場はどうなんだよ。稲葉場はスポーツで例えられるんだっけ。そうだか、なぜだい。まあいいか。やだ、拒否ってみる。そうだわ、ちょっと別にいいじゃねえか、そうだで。チェ。まあいいんだけどさ、俺なんかエビフライだぜ。どっちもどっちか。いや、エビフライは美味しいよね。まあそうだも美味しいけどさ、何なんだよお前。何しに来たんだよ。 XL 以外のことね、ワンダム話してるとこ見たいっすけど。 XL は気になんな。さっきからマグナムトレネードしてるんだが、なになババ、お前プリババ、あ、ニコバンも来たよ。これは嬉しいな、集まってきたね、ワンダムのとこに。おめえたちだけで仲良くやってねえで、俺も仲間に入れろよな。そりゃ、ずっぽし村の仲間なのは確かだけど、なんかいまいち違う気がして仕方ねえんだよ。まあ、サブアカですからね。気のせいとは言わせねえぜ。何かに感づいているようだね。バンタムと、じゃあ、ニコバンの会話見る？これ初めてかな？前もあったっけ？ニコバンは、なんでその服を着てるんだい。いつの間に着替えたんだい。草や木にはお水をあげないとダメなんだよね。あ、これはもうサボテンに水をあげすぎてるやつですね。あ、これ落ち込むやつだっけ。落ち込むやつか。もうだいぶね、俺系と僕系の会話見てますからね。もう何個か見てみるか。今度はバンタム側から。これはニンニクを食べたやつですね。あ、バックトラックのやつですね。うん、正直ね、 E プラスの住民同士の会話については一加減持ってるからね。かなり精通してますからね。時々ね、会話テーブル変わる時あるから、まだ見てないやつがある可能性もあるけどね。でね、ちょっとね、大変なことに気づいてしまったんだよね。ニコマンがね、ドゥンスってんだよね。さっき映されたんだなー。あー、また映そうとしている気が。ドゥンスね、XL 変わってほしくないんですけど、でも映してもほしくないんだよね。困ったね。ニコマンの口癖変えるやつ来ないかな。今それをやっている場合ではないんだけどね。ピラニア、今ピラニア釣ったことある？ピラニアはあるよね。なんだ、せっかく自慢しようと思ったのに、いつも君に先越されてばかりだね。困ったな。とりあえずニコバンをどうにかするのは後で。ああ、あいつやべえな今日。ちょっと勘弁してよ。あ、早いとこ、これ機嫌悪くなるところまで話そう。ファンタムに似てきたかい。まんざらでもない。そうだろうと思う。そもそも臭い中の俺たちの顔つきが似てくるのは当然だろう。あれ、いきなりもう来るんじゃねえ、ドゥンスって言ってる。何回かあれなんですけどね、猶予期間が設けられるんですけどね。
まあ一旦引くか割といい感じですね。他の住民との会話を見るという観点でももう二人見れましたもんね。この調子でじゃんじゃん見ていきましょうか。ちょっとズンスが流行しだしたのがあれですけどね。